はい、ビッグマジックオープンスタンダードトーナメント第6回戦が今始まりますということで、はい、フィーチャーマッチの模様を我々2人でまだ半分超えたとこなんですね。そうですよね、折り返し地点です。すごいですね。第5ラウンドを終え 5-0 の2人が第6ラウンド、はい、挑みます。普通のイベントだと 5-0 って結構ホッとするんですけども、うん、まだだって、まだまだ全然ですよ。今日2敗していけるんですか、これ2敗いけるんですかね。8-2ってどうなんでしょうね。ボーダーな気がするんですけどね。ギリギリなラインですよね8-2オポトップみたいな、ね、9-1、 え9-1か、9-1 はいけるでしょう。9-1は当たり前なんですけど、はい、8-1-1 でしょ。 8-2 はあかんような気がするな。 8-1-1 と 8-0-2 とかだとね、やっぱり14ポイント以内。14ポイントってどういうこと。ああ、ええ今、え今これ14ポイント ?501 同士の対決、え6ラウンドじゃないの。 6ラウンドですね。えどう、さっきからねカメラ担当のやつが、はい、やがい50です、そらそうです、そうです、50です、はい、2人とも50です。もちろんそうですよ。さあ、合間に、僕と黒田さんで話してたんですけども、そろそろ赤以外の出来を見たいなという。まあね、分かりませんけどね、ね、どういう形になるか。緑とかが見たいなという話を今しております。右側黒っぽいですけど、右側が黒タン、ね、アスポデルが見えたんで。そうですね、左が左が分かんないです、ね、ちょっと分からないですかね。赤みど、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 お、なんかちょっと好きそうな感じ。ゼナゴス、もうちょっとゆっくり回してカットをゆっくりしてほしいというクローズ。あ、エルスペースとか。ナヤ、ナヤ、ナヤ、ナヤビッグモナですね。ナヤモンスター。モンスター。お、テンション上がってきた、これ。いいですね。はい、もう完全そっち寄りです。もうクローズさんは。そんな実況でいいんかな。いや、逆にそれが面白いって可能性もあります。ナヤモンスター。山本さんも、多分緑入ってますね。アドラフトディケイが見えましたよ、今。じゃあ、ゴルガリミッドレンジ対ナヤモンスターという形になるのでしょうか。いいですね。ゾロ目です。ピンゾロです。まあ、ある意味勝ちですけど。おー、無駄な。こんなにやらんでいいのにサイコロ1個で買って買ってるのにオーバーキルというだんだん適当になってきましたね、これね。まあ、我々もだいぶ疲れてる証拠ですよねいやいやいや、延べでだって、まだ半分ですよ。 6プラス昨日の12ですから、うん、18ラウンドやってるわけですから。そうですね、山川さんは若干重めのハンドなんで、まあ、この戦術ラウンドが戦術で未来に感じですかね。大事になってきますね。対する山本さんは、オーバーグロウトゥームをタップインで。あ、もう好きなカードばっか入ってる、これ。いや、いいですよね、テンション上がりますわ、はい、僕も。で、一方のゴルガリミッドレンジの出来もいいんですよね、また。まあ、普通にムレネズミちゃんですね。まあ、定番の2ターン目に出して処理されなかったら、はい、3ターン目から地獄ムーブが待ってると。マラのゴール結構使われてますね、やっぱり多いですね、うん、縦置きですからね。3色2回使って、まあ、ショックラウンドと一緒なんで。そうですね、アグロの友といった感じ。そういう意味ではいいんじゃないでしょうかね、はい。さあ、一方ターンを返して山本さん、ムレネズミが、あ、2匹目、ナチュラルいいスタートですね、これ。代わり波をアクティベートしてネズミのパワーを3に上げます。山川さんはこれをテイクするでしょう。ね、はい、テイクしました。残り17です。ただこれでも、もうゼナゴス何しに来たんかわからんカードになっちゃいましたんで。そうですね。ひたすら遠くも出してチャンプし続ける。チャンプにもならないんですね。代わりだと次のターン割られるし。本体でフォルクラノスかなんかじゃないと。さあ、この状況を打破できるのは。セークリットファンドリーアンタップインおよびマナの合流点で1点受けつつのポルクラノス、はい。まあ、よくある流れはこれに除去を打たれてチャンチャンっていう感じなんですけど。そうですね、このネズミマウントで、はい、まあまあ、しっかりありますね。ダウンホールがクムサボリから代わり谷もアタックで6点。ムサボリがあるんですね。まあ、ヒーローズダウンフォールもあったんで、まずは重い方から、それかね、デーモンをちょいっと出して終わりっていうのもありえます。
まずは志向学校から入りましたね。はい、お待たせしました。モダントーナメントペアリング発表されております。モダントーナメントペアリング発表されております。あまり芳しくはないです。セレズニアチャーム、ポルクラノス、2枚目ゼナゴス、ドラゴンかな、ドラゴンですかね。そうですね、ペス、ドラゴン、ゼナゴス、ポルクラ、セレチャー、まあ、重たいハンドにはなっておりますが、うん、まあね、そのままドラゴンまで行きたいんであればセレチャーが邪魔なんですけど。確かにそうですね。なんか見てる感じドラゴンじゃない、デーモン捨ててネズミにしてる方が強いんじゃないかな。なるほど、うん、さあダウンフォールで、ポルクラノスを除去ってネズミビートで4点のダメージが入ります。はい、そうですね、これの方がいいですよね、断然有利ですね。合流点で1点を山川さん受けつつのポルクラノス、はい、これむさぼってもう1匹ネズミを出して、そうですね、6点パンチで分裂、6点パンチでポルクランスのライフベインをチャラにしていくという。ただまあ返しのミジウムが来ちゃうと、ああなるほど、結構勝ち筋を失ってしまうんじゃないかなと思うんですけど。じゃあ迂闊にデーモンはディスカウルできないという、まあ沼と今2枚ダブ、沼1枚ダブついてるんでそっちを捨てる方がいいとは思いますけどね。なるほど。さあここでやはりむさぼりで、はい、14になってライフが14に上昇しますが、アタックしてネズミちゃんが生まれます。アタックネズミ分裂で6点のダメージが入り、山川さんどこにライフが8になります。おっとミッキーですね、まあ、ネズミはネズミですね、まあ、確かにちょっとセンスがありますね。まあ某所に行けば怒られそうなところではありますけども。ここでペスが出たら、まあ、しばらく時間稼げたんですけど。そうですね、トークンでランドではなさそうです。ランドなら問答無用でペスだと思うんですけども、それじゃないと、お前ではないと。確かにこれは手厳しい場合もありですね。ゼナゴスのチャンプをしても、ゼナゴスでチャンプしてもでライフが7になった上での、2体で受けて小さい4の6ダメっぽいですね。これ1かライフ2になるんですかね。で谷がアクティベートして谷も殴ってきた場合、分裂の5匹で5プラス2で7点削られる。そうですね、残りが1になる。むさぼりを引いちゃいました。これはまあむさぼるでしょう。あ、セレチャがあるから、あ、なるほど、まだブロッカーは成り立つんですね。あるいはパワーが5以上になってもリムーブはできると、はい、さあ畳もうとしましたが、実はまだセレチャで1、まあ、1残りますけど、残ったから、あ、白がないのか、あ、合流点しかない、合流点しかなければ8点は絶対入るんでアウトです。いやでもファウンドリーがあるから普通に白身ドア、じゃあ1残り、1残りですね。しかし1残りでどうすればいいのかっていう話ですかね。そうですよね。ここで普通に分裂ですかね。でも分裂だと手札が1枚消費されますから、まあいいんじゃないですか。もうこれ残り1になってミジウム絶対ないんで。あ、なるほど、オーバーロードはありえないということで、はい、オーバーロードなっても代わり代に残ってますしね。確かにそうですよね。ここからまくれるカードはないですということで、ドローはしますが残りライフ1点ではまくれないでしょう。早期決着という形になるというふうに思います。はい、投了しました、はい、ということで1本目は2ターン目に出たネズミが延々と増え続けてのネズミゲー、ね、初動が4マナ行きだったん で、 そうです、ね、あまりよろしくはなかった。ナヤモンスターがまずは1本落とし、黒タンシンにタッチ緑が1本、しかしまだ新しいカードが見えてないんで。そうですよね、まだの合流点ぐらいしかなかったですね。見えてないのでお二人の新しいカードに期待しながら見ていきたいというふうに思います。そうですね、さ
か、現在ビッグマジックオープン、第6ラウンドの模様をお届けしています。フィーチャーマッチテーブル、5-0 同士の対決、山川さん対山本さん、ナヤモンスター VS 黒真珠タッチ緑は山本さん、黒真珠タッチ緑が1本先取した状態です。フォルクラが抜けていきます。やっぱり重たくて出たターンに仕事をして柔らかいですからね。そうですね、すぐ死にますから。何が入ったのかな、見えへんかったですよ。ウーズみたいなのがちょっと見た気がします、ね、ウーズはメインでしたよ多分。メインでした、うん、ということはなんかマルチカラーのカードっぽかったんやけどな、うん、何かいてますかね候補で。フォルクラー抜いてもらえるみたいな。まあフォルクラー抜きますよ、あんまりいらないんで。ドムリラーとかですかね。ドムリーは右端にいてますね。ドムリーが1枚。とにかくトークンいっぱい出せるカードが強いんですね。このマッチアップの時にばらまけるカードが1枚1枚のクリーチャーを呼んでてももうそのうち負けるんでね。絶対に除去されてしまうといういつかは。まあもうとにかくアッセンブルザリージョンとエルスペースか。なるほど。まあ、ゼラモスもあるんでそこでわーってトークン出し続けてるのが一番強いかなと思ってますけど。プレイズウォーカー出しに固定放題になってもらって、うん、そうですね、盤面を圧迫し続けるのが一番という。できるだけ初手には引いてほしくないんですよね。そうですよね、抜かれちゃうんで囲われるだけなので戦術ラウンドを多めにしておいて後半に引けるようにするとかっていう方がまあ、現実的。なるほど、運用としてはそれがベストというふうに、うん、まあ、今のマッチはマナの合流というのダメージも結構痛かった感じに見えますね。3点4点3回ぐらいですかね。でも持っていかれてると思うので、まあ、ネズミ1匹分は持っていかれたという感じの。ミジウム抜くんやなっていうのがちょっと僕の見てた感じの印象なんですけど。あ、結構意外ですかそこは。2ターン目ネズミ出ちゃうと今みたいなゲームになっちゃうんで。そうですよね、確かに今の印象がありながら抜くっていうことはなんか代わりが入ったのかな。うーん、あんまり根本的になんとかなるカードないんですよ。やっぱりミジウムが、ミジウムか、まあ、ラスゴ、ラスゴないですからそうですね、色的にラスゴは絶対ないですから何を入れたのかなというところは。アンガーオブザゴッドはサイドに入ったままでしたね、まあ、あれこそ入れないでしょうね。どうなんかな。ちなみに山本さんも緑タッチなんで、はい、あの4号とか入ってるかもしれないですけど、ボルゴン、あ、ワイルドリーパーが、はい、確かにリーパーオブザワイルドが入ってる可能性はまあないかな。デーモン見たしな、まあ、相手のデッキによっては使い分けることもあるんじゃないですかね。トークンを生み出す系だとデーモン寝続けてしまうってこともありそうなので、うん、さっきデーモン抜いてましたもんね。そうですよね、こういうサイドボードの談義などもやっぱマジックの醍醐味かなというふうには思います。またコメント欄などにね皆さんのサイドボーディングの考えなど書いていただけると我々もトークの種ができてありがたいなというふうに思います。さあ現在行われているのはビッグマジックオープンスタンダードトーナメント、第6戦ですね。 5-0 同士のマッチアップ、山川さん対山本さん、現在1本先取した山本さん、緑新人タッチグリーンの方が、ワンマリガンをしているそうですね。これやっぱり山本さんのサイドイン命散らしのゾンビとかが入ってくるんですかね。じゃあ定番ですね。このマッチアップゾンビめちゃくちゃ強そうですね。だいぶ強いですからね。3マナ3一威嚇1枚リムーブは。じゃあ緑こういうビッグマナ系は、はい、チャンドラを残しておくのがすごく強いんですね。チャンドラですか、うん、3-1 出てきて会心チャンドラっていうのが一番いい流れで、ちょっと焼くのが。なるほど、はい、それをできるできないで、ね、だいぶ変わっちゃうんですよ。なるほど。結構あの威嚇が殴り続けてなんかどうにもならんっていうのが結構あるんで、バカにならんということが多いので、はい、
さあ山川さん、1ターン目は戦術ランドでどうと。山本さんは思考が濃い、思考が濃いからスタート。山本さんのライフが18になりますね。4人像とセレチャとボロスチャームかな、あれボロスチャームですね。でドブリとドラゴン、まあ、まずまずですけど、結構4人像頼りなところはそうですね、ありますよね。ハンドが2枚なので、うん、まあ、4人像返しで肉むさぼりできるっていうこともありえるとは思うの で、その場合は違うものを抜くんでしょうけど、今その対処カードは手札にはなさそうでしたので、なるほど4人像を落として鈍足になさせるというのはありですね。そうですね、テンポを取りに行くというのは、はい、そうですね、4人像ですね。あ、でも無事に3マナ目が途中引きましたね。これをタップインすることで、でもこれね、お次、そうですね、次ドムリラーダーが出るかもしれませんが、あ、まあデュレスも持ってんのか。対する山本さんはデュレスからね、これでもうズタボロですね。デュレスでドブリラで抜かれますね、はい、これはこれで当分何もできないですね。なるほど、これは厳しくなりました、はい、で、まあ、土地はありますけど変わり谷と、ここで変わり谷を置いたことで情報もね筒抜けになっているので、はい、ちょっと何とも言えない感じになってますけども、人脈で、人脈がここまた強いですね、はい、強いですね。ちょうど土地がねもうこれ以上ないんで、今ハンドにアドバンテージの差をもたらす人脈が今これしかやることができないっていう、納屋で4ターン目動けないはね相当きついですね。そうですね、変わり谷がアタックしつつランドは引けてはいるんですけども、はい、まあ、次見えてるドラゴンなんでですよね。山本さんはさすがに対処はここで、まあ、人脈も使ってますから。でも山本さん土地が引けなかったんで止まってますねさあそして肉むさぼりが今手札にあるのが見えました。さあここでドラゴンを、さあドラゴンが4点入るんですか。4点の食事になりました。食事をゲットして山川さんのライフが24になります。あ、無事に4マナ目が見つかりました。そうですね、でここで人脈を使用して強いな。いや除去がもう山のようにありますから。さあゾンビ、そのゾンビが出てぴったりヒット、クロフィックスの狩猟者がいたのでここはぶち抜かれました。さっきのターンはこっちで良かったような気がするんですけど、ね、狩猟者で良かった気もしますね、確かに。セレズニアンチャームも構えておけばむさぼりもケアできて、ボロスチャームも持てるんで。なるほど、トップが土地なら置けるという得点もあります。まあ、そのターンはちょっと置けないかもしれませんけど、だから先に土地を置いとく必要があるんで。そうですよね、ああで置かんでいいのか。バナー的には緑度があるので、置かんで良かったです。今みたいな感じですね、2マナ立てておいてどっちも使える状態で、そうですね、クルフィックス出してってした方が良かったですね。それがおそらくベストだったんではないかという、我々の、まあ、黒田さんの読みになるわけですけども、まあ、読みというか結果見てから言ってますからね、まあ、確かにね、それはありますなんですけどねありますけども、ここでゾンビのアタックが始まります。24点あるライフもコツコツゾンビに殴られればいつの間にかなくなるという、さらにその脇にはネズミが出てきて盤面を固めにかかろうというところですが、これねもう何回もこの光景見てきてるんで、あーって感じですけどこっからひっくり返ることないんですよね、あんまり。なるほど、これはマウントを取られたというふうに見ていいですね、はい、もうブリッジできないですからねもうフォール、ワン、ツー、スリーを待つのみという、はい、カウントダウンが実はもう始まっているというダイヤモンスター対クロシンジンです。
悩んでますが、やっぱりミジウム置いといた方が良かったとは思いますけどね。まあ、現状ここであるとボロシアムと入れ替わってるでしょ、多分サイドからね。そうですね、ボロシアムも試したのは試したんですけど、結局なんか向こうの2マナか3マナの除去に対してこっちも2マナか3マナのスペルで使って応戦してるんですけど、まあ、美味しくないということ。いや、あとね、守りたいクリーチャーって結局でかいんで、マナがないんですよね。マナ寝てるんですよ、大体。よくよくなんかようわからん 4点火力みたいになってしまって、とりあえず打っとくかみたいな感じになっちゃうっていうのは、それはありますね。往々にしてやるというふうに思います。破壊符は確かに便利な効果ではあるんですけども、うん、その全体除去じゃないんでね、クロタンのって。そうですね、結局ピンに対するピンの回答になっているので、はい、別に得はしてないです。そうですね、手札1枚切るのとある意味、はい、2マナ立てなければいけないので展開を阻害しているという。そうですね、まあ、テンポを山本さんはブラスカ持ってるんでそこには刺さると思うんですけど。なるほど、さあエルフと変わり谷のアタックを、エルフをネズミでキャッチして変わり谷アクティベートでネズミを 2-2 にして防ごうという、はい、でセレズニアチャームが飛んできたときにアドラフトディケイでドカーンですね。いやー、これは完璧にクロタン側の思惑通りな感じに進んでますけど、2点でエルフを失う感じですか。失うんですね、はい、これは持ってるなという匂いを感じたんでしょう。損失は1枚でいいと、はい、なるほど、まあ、唯一の救いはもうライフが9なんで、そこで、でもまあ本体火力とかないですけど、ね、ボロスチャームで残り5ですけど、ボロスボロスしかないんですよね、選択肢が。そのボロスボロスと打っても1点残るんですよね。もうワンドローしてくれて、だいぶラッキーパンチですね。ドローが奇跡のボロスチャーム逆を言うと山本さんもそういうところをケアして戦わなきゃいけないっていうのもあるんですかね。ありますかね。これでもどうなのかな、引かないっていう選択肢はある。まあこの盤面でも十分勝ってるから無理をする必要はないですけどね。まあ一枚見えてるだけにね、ボロスチャームが。そうですね、何も情報がなければ引いてるかもしれませんが、はい、ちょっと考えどころではあります。そうですね、一旦目の思考囲いがだいぶでかい。山本さんには情報量、まあ、ミジウムができましたね、まあ、減らしてるだけですか。4枚とかから減らした形になるんですかね。ここでミジウムをオーバーロードでキャストして、はい、まあ、盤面は1回さら地になるので、まあ、仕切り直しというところでしょうか。1枚ドローしました。さあ1枚ドローします。さあそして2体は除去されました。さあ これで山川さんも本当にワンチャンス出ましたね。出ましたね、これでだいぶ、はい、で8になっちゃったらもう7も一緒かな。そうですね、県外であることには射程圏内にも入っていることは同じなので、おそらくはドローはすると思います。あ、そうですね、This is a big magic open, soThis event is sponsored by SCG Japanese Tournament. Thank you for watching. そう、今海外の方から、この放送は、SCG のライブに似てるというふうにコメントがありまして、それの日本バージョンかいという質問がありました。なのでそのコメントを拾わせていただきました。山川さんはドムリラーでですね、はい、めくれたんですかね、これは。緑を入れることによってプレインズウォーカーには耐性がついてると、さらに強いですからね。なるほど、もう、ね、僕あの山川さんの左肘ついてる感じがね、もうあーっていうのをこう物語ってる感じがしてね、ならない。なるほど確かに背筋がピンとしてる山本さんに対して山川さんはだいぶがっくし来てる感じは伝わってきますが、まあ本体火力待ちですからね、うん、このゾンビは何も落とせませんが、
北関東は20部ですか。20部が見えたような気がしたのですが、違いますかね。遠藤ですね。遠藤ですね。ここで山本さんは一点ペイして6部がない。アスポデルをゲットできれば。ここのアスポデルはもう正直投了レベルの、はい、ここで6点逃げられるともう全然無理なんで、さあ何かあるのかというところですが、まあ、ゾンビでとりあえず3点削った上でのこれ5になるとチャンドラでも芽が出るんで、なるほど、チャンドラ1点、ボロスチャーム4点という可能性も出てくるので、はい、引いていいカードが増えちゃうんで、その辺は、なるほど、点が出なくなるアクシデントですか。いざという時のためにペンは2本以上持っておきたいのはトーナメントの常ですが、ここで出てきたのがブラスカ、緑をタッチしたことで使えるこのブラスカですが、モードはプラス1です。まあプラスでしょうね、壊すもんないですからね。ブラスカもバリバリと働き出すとね、本当バリバリいろんなものを割り続けるブラスカですが、ドローします。エンド前に、セレズニアチャームで 2-2 のナイトトークンが場に出ています。本体に行きますか。まあどっちみち受け打たれるのであれなんですけど、長いコメントついてますね。さあ、ここで 2-2 警戒の騎士と変わり谷でアタック入りまして、はい、山本さんもライフを追い詰められているのと、あとボロスチャームも見えているので、これは変わり谷でブロックを宣言した上での3マナでヒーローズダウンフォール。これでトークンと変わり谷が除去されまして、はい、本当にねドラゴンみたいなカードがあればまたちょっとね全然変わったんですけど、変わるんですけども、うん、仕掛けられなかったですね。なかなかそうもいかず戦術でここに来て初の見どころ戦術、戦術は嬉しいです。嬉しいですね。結局ボトムに振りました、はい、さあこれまさかの暗殺者エンドがあればとなかなか盛り上がるんですけども ありえますね。次のターンでしたっけ。次のターン出てくると思いますよ。山川さんはゾンビで1回アタックをしてライフは12対6、そして1点をペイしてワンドローします。これでライフが14対5、ね、ランドですね。さあ山川さん、ここで突破口となるカード、チャンドラー来い。さあまたお、ウーズ悪くないですね、はい、しばらく士気が伸びますので粘れるカード代表なので、ここからライフゲインをしていって、逆に山本さんは、まあ、除去を打ちますが、2点増えて、まあ、2点まででしょうね、まあ、14点にライフが増え、まあ、しばらくこれで持つかなという感じもしますが、しばらくでもないか、次のアサシは出てきますからね。そうなんですよ、ライフ的には持つんですけども、アサシン的には
さあ、出ますね、出ました。アサシンが3体出てきて、しかも僕手札にあるのも見えるんですけども、ゴルガリチャームがありますよね、はい、これでビジュームを引いても再生されて、そうですね、暗殺者が、はい、結構盛り上がる感じですね、それは粘りますということで、この暗殺者はかなり勝負を決める可能性がありますが、さあどうなるでしょう。エンドですね、頑張って3点削っても一緒ですからね。そうですね、突然死をチャンドラでもダメ、チャンドラだとダメですか。ダメです、これ肉むさぼりを引いてるので、あー一点粘られるんですね、はい、いや絶妙なところで肉むさぼりを引いているという、もうボロスチャーも2枚引くしかないんですが、またむさぼりですね。さあ、はい、暗殺フィニッシュですね。いや暗殺者フィニッシュ初めて動画で見ましたけども、ダメですね、うん、残念でした。そうですね、はい、というわけで、第6ラウンド山川さん対山本さんの試合は、黒新人タッチ緑の山本さんが最後はブラスカの、暗殺者トークンでフィニッシュという形で、なかなか面白いフィニッシュを見せていただきました、試合の内容は以上になりますが、ここでコメントを拾いたいと思うんですが、山川さんのマスクをしていることについてのコメントが、あー、はい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 、なるほどなるほど、そうですね、マスクをしているのがなぜかということで、これはまあアジアの文化としては全然よく見ることだよということで、まあ、他人に自分の、悪い唾とかが飛ぶこと、あるいは、この人が多くいるところで、このマスクをしていることで、まあ、病気から自分を守るという側面に対してコメントがついています。なかなかこういうコメントつくの面白いですね。面白いですね。そうですね、ショートブリーサル、はい、あー、そうですね、まあ、これで綺麗に暗殺者トークで決着がついたので、はい、ここで、一旦放送を打ち切らせていただきます、はい、Thank you for watching、Next round、We will see you、 そう、次のラウンドでまたお会いしましょうということで、次は 6-0 した、デッキ同士の7第7ラウンドをお届けしますということで、はい、このラウンドはここまでです、ありがとうございました。